知の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。本日のゲストはカナダ在住の久留美さとこさんです。さとこさんはですね、福岡県出身で、帯広畜産大学に進学されたんですけれども、その卒業後はですね、北海道の飼料会社、そして酪農コンサルタント会社の勤務を経て、2021年12月にカナダのアルバータ大学の乳牛栄養学修士課程を修了しました。久留美さん、さとこさんはですね、この番組にはなんと3度目の登場なんですよね。で、まあ、前回出ていただいた時から約3年ぶりになりますので、本日は近況報告であったりだとか、あとカナダでの生活のことなどなど、いろいろなお話を聞いていきたいと思っています。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場作りに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日はですね、この番組に史上初なんですよ、この3度も出ていただいてるっていうのをね、3度目の登場になります、久留美さとこさんから、まあ、いろんなお話聞いていこうと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そのバーアフのお仕事も含め、はい、その年間1回か2回ぐらい日本に来られてるんですね。そうですね、日本には言ったら今も日本にいるんですよね。そうなんです。ちなみに今はどちらにいらっしゃるんですか？今日はね、福岡にいます。あ、地元ですね。そうです、そうです。全然関係ないけど、福岡に帰ってきたら絶対食べるものとかあります？いろいろ、やっぱり豚骨ラーメンですかね。あ、それは絶対？絶対。へー、これ行くお店も決めてるんですか？あ、そんなにこだわりがないですね。でも入ってみてうまくいったなとか、ちょっとがっかりしたなとかありますけど、まあでも食べれるだけで嬉しいなって思います。やっぱりそういったラーメンとかはカナダでは食べれないですよね。バンクーバーとかアジア人が多いところに行けば食べれるんですけど、私が住んでるエドモントンでは博多豚骨ラーメンはないですね。あ、でもラーメン屋さんはあるんですね。ラーメン屋さんあります。日本人がやってたりします？日本人がやってることも多いけど、大抵中国系か韓国系のオーナーが多いですね。年間2回ぐらい帰ってきて、帰ってきた時は割と長く滞在されてたりするんですか？なんか本当は割とこうキュッとコンパクトな日程で帰りたいんですけど、バーグの仕事と、あとデイリーコンパスの仕事があるんで、だいたいその旅費を折半にして帰ってくるんですけど、バーグの仕事して自分の仕事をしてってなると、だいたい一月ぐらいにはどうしてもなっちゃいますかね、最低でもね。ちなみに5月の末までいるんですか今回？そういうわけでは？そうなんですよ。そうなんです。そうなんです。5月の末まで今回の帰国はいるってことですね。そうです。今回来て、5月の末までいなくても別に帰ったっていいんですけど、帰ってもまた余計に旅費がかかるし、今幸いまだ私は日本に家が残ってますから、日本に行ったところで滞在費がかかるわけじゃないんで、そのまんま残ってる感じですね。そうですよね。さとこさん、福岡にもお家はあるんですか？福岡実家なんですよ。実家もあって、で、アシュロにも自宅がある。
あ、そうなんですよ。もう足寄の自宅はちょっとね、そろそろ何とかしないといけないんですけど、まだ足寄にも家があります。住んでますって言っていいのかな、帰るときは足寄ですけど。あ、もうじゃあ北海道に来るときは足寄拠点に動く。そうですね、家があるんで、はい。その九州方面にいるときは今のご実家を拠点に動く。そうですね、福岡にいるときは実家にいます。お母さん今福岡ですか？そうです。お母さんの都合で足寄に今も来るときあるんですか？そうですね、行ったり来たりしてますね。あ、そうなんですね。はい、相変わらず元気にしてくれて感謝です。さとこさんのお母さんはね、タフで、アシュロに、さとこさんお仕事でいろいろ飛び回ってても、もうアシュロにもお友達がいらっしゃったりするんですもんね。そうですね、本当にね、元気でありがたいです。本当、元気で、SNS もいろんな人の投稿にこういいねとかをつけてくれたりとかね、してくださって、見てくださってる。もう投稿したら全部いいねみたいな。さとこさんのお友達もね、比較的お母さんともお友達っていう方が多いんですもんね。本当ですよね。ありがたいです。すごい素敵なお母さんで。ああ、恐れ入ります。まあそう、だからまだ母が福岡と足寄行ったり来たりしてるから、それもあって足寄の家をまだ残しているっていうかね、そのままにしてるんですけど。うんうん。でもね、お母さんも福岡がすごく暑くなるときはね、やっぱり足寄にいた方が心地よく生活がね、できるのかもしれないし。そうですよね。寒くなったら福岡に行った方が、それこそ心地よく生活できるでしょうしね。そういう意味ではすごくなんかいいですね。拠点がそれぞれあって。さとこさんはそうやって、まあ、デイリーコンパスとして、翻訳のお仕事とかもされたりしてるんですか？でもそんなにたくさんないですね。声がかかればっていう形で、そんなにたくさん翻訳ってそればっかりしてるわけじゃないです。今はもう翻訳はね、なんか AI とかができてますから、チャット GPT とかで聞いたらダラダラって返してくれるんで、だんだん翻訳のニーズは減っていくんじゃないですかね。けどなんかその専門的な言葉とか専門的な用語ってやっぱりその人がやった方が分かりやすいってことがあったりするもんじゃないんですか？いや、全然そんなことないですよ。もう AI にはかなわないですよ、きっと。そういう感じなんですね。もう AI がやったの人間が添削するとかその程度じゃないですかね。なるほど。とかちょっと AI が混乱して変なこと言ってきたのを修正するとか、その完全に AI だけではできない、ね、人間がちょっと最終チェックは入れないといけないでしょうけど、もうなんかだんだん翻訳の仕事の幅は狭くなっていくんじゃないでしょうかね。そういったものよりもやっぱりその通訳だったりとか、やっぱそういう方が必要ってことですよね。今はそういうニーズの方があるでしょうけど、まあ それだってわからないですよね。あと10年20年してこう iPhone みたいなのが通訳してくれる時代が来るかもしれないですよね。まあでもね、やっぱ専門分野でお話できる人はやっぱ強いですよね、そういう意味では、ね、なんかその情報を組み合わせてそのいろいろな、ね、現場の人と話を当てはめていったりするのはまだ日本人間の方が得意かもしれないですけど、まあ、いずれそういう仕事のやり方の形は変わるんだろうなっていうような気配は感じますね。でもなんか以前この番組にフランス人の方出ていただいたことがあって、でフランス人の通訳とかフランス語の通訳をされる日本人の方が一緒に来てくださって話をしたんですけど、通訳って例えば2人の人がこう日本人と外国人の方がお話しするときに両方に通訳をつけてお話しするのが一般的だっていうふうに言ってたんですよ。なので一人で通訳の方一人で両方の話を通訳してやっていくっていうのはすごくこう頭を使って体力も使うことなんだっていうことをその通訳の方がおっしゃってたんですよね。そういうのって感じます？わ、知らなかったですね。でもそうですね、私はなんか英語を日本語にする方が得意なんで、そういう面では今度日本人からの質問を形にするときは結構頭の使い方がまた変わるから、なるほど、両方に通訳がいたら確かによりスムーズかもしれないですね。なんかそれがこう産業通訳っていうのはそういうのが一般的なんだよっていうことを、その、まあ、要は去年そのフランス人の方が来たときに、本当私の話とフランス人の話を両方やってくださって、もうすっごい疲れたって夜に言ってて、で普段こう一般的にはその両方に通訳がついて会話をする方が、それがこう一般的な通訳としてお仕事としてやることなんだよっていう風にその方がおっしゃってたので、結構その頭を使うしこう体力も使うことなんだなっていう風に思うから、その貞子さんがこうやってカナダでね、いろんな日本人をこういろんなところにご案内するっていうところでも、要は両方の通訳をしていくわけじゃないですか。だから
大変なお仕事だなって思って聞いてました。ありがとうございます。なんか確かになんかスイッチがねパチパチ入れ替わるような音は、音っていうかね感覚は自分でもありますよね。こっちあっちこっちあっちみたいなのはあるかもしれないけど、まあもっともっともっと精進します、できるようになって、で多分10年とか15年したら、さっきも言いましたけど iPhone みたいなのが多分通訳の代わりをするようになるから、その時はまた何の仕事をするか考えないといけないんじゃないかなって思います。でもそういう意味で仕事の内容が要は進化していくことになっていきそうですね。ね、やっぱりなんかいろいろ進化するのはね、その人の仕事を取られるとかっていうケースもあるけど、面白いことだと思うから、それは柔軟についていきたいし、柔軟に生き残れる知恵を絞っていきたいですね。酪農界の何でも屋さんになってくれたりとかねしたら嬉しいなって思うし、いやもしかしたら本当に、まあ、物を直接売ったりはしないだろうけど、その物を売ってる人とこう買いたい人をうまくつなげるだとか、なんかそういういい形での役割になっていくと、もっともっとこう日本の人もね、どこかを批判するつもりもないんですけど、まあ、個人的に何かを輸入したいとか、そういう話がもし出てきた時に、こう何かのそれがまた一つの仕事として成り立っていくかもしれないですしね。まあその量とかいろんな問題はありますけど、いやそういう意味でのその仕事の多様化っていうのはどんどんしていくかもしれないですよね。本当に。なんかその辺はフリーランスのいいとこでしょうから、面白そうなこと、あと自分がやってみようかなっていう気持ちになれること、ね、面白そうなことをずっとやっていけたらいいなと思ってます。トカチウーマンフロンティア。明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始し、今年で20周年を迎えました。プレビオサポートの最大の特徴は、明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは、腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで、子牛の持っている本来の力を引き出し、健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。トカチウーマンフロンティア。そしてそして佐藤さん、はい、パートナーができたんですよね。そうですね、結婚しました。おめでとうございます。ありがとうございます。お相手はどこの国の方なんですか？はい、相手はカナダ人なんですよね。結婚されたの何年前でしたっけ？なんかカナダはなんかその事実婚と法的婚っていうのがあって、とコモンローっていう事実婚とその法律婚があって、コモンローのその事実婚の状態でも結婚してるのとまあ同じような権利が与えられるんですよね。だからコモンローでいいかなと思ってたんですけど、いろいろあって最終的には結構最近結婚し、去年か一昨年結婚したから、今法的婚の関係なんですよね。結婚しました。ってことはお名前も変わるんですか？変わってない。それがまた外国人と結婚した名前、別姓でいいんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。だから私、サドミのまんまです。だから、サトコ、なんちゃら、ヒサドミとかになるわけじゃないんですね。ないですね。サトコ、ヒサドミのままです。へぇー、そうなんだ。で、ご主人はどんな方ですか？てか、ご主人って言い方あんまりしないですよね。はい、ある農家さんの女性の方に、旦那さんとかご主人とか言われるの好きじゃないのよっていう方がいて、はい、あね、はいはい、夫です夫って言いたい人もいるから、なんとか嫌なのかなとか、嫌な人いるかなって思ったから、夫って。マドリンは旦那さん派ですよね。うちの旦那さんって言いますね。あ、そうです、旦那さんって言います、はい、そう、私なんか夫って言いにくいとか、あんまりその自分の口からこう、うちの夫ですっていう感じってあんまなくって、言うよりは旦那さんですみたいな。でもその旦那さんですって普通に言ってるけど、その上な感じっていうニュアンスではないんですよね、私の中では。だからカナダではなんて言うんですか、そのうちの夫ですっていうのを英語でなんて言うんですか？ハズバンド。もうなんかハズバンド、そうですね、ハズバンド、うちの夫です。っていうよりなんかもう多分2人でうろうろしてたら、その時点でそのパートナーか、うん、夫結婚してるかっていうのは多分見てる人は通じるから、
なんか名前を紹介する感じですね。なんか、さとこですみたい。うんうんうん。何々ですみたいな感じで。なんて言うんですか？お名前。マークです。マークって呼んでます。マーコです。マーコ。そう、なんかマーコですって紹介します。うん、どうやって知り合ったんですか？あ、もうアプリです、アプリ。今時ですからアプリです。マッチングアプリみたいなやつ。そうです、そうです。で、そもそもはその友達に同級生たちがみんな20代とかね、25歳ぐらいで、やっぱり若かったから同世代の友達が欲しくって、同世代の友達を探すのにどうしたらいいんだろうねってその頃に相談したら、このアプリ使えないよみたいな話になって、よしと思って使っていろいろやってたら、なんだこれデーティングアプリじゃないかと思って。あ、まあでも。本当にそういう相手を探してるやつだったってこと？そうそう、デーティングアプリじゃんと思ったんですけど、まあ物は試しだなと思って、いろいろこう同世代を学ぶためにデーティングアプリを楽しんだことでしたね。へえ、って言ったら、今のそのマーコさんに出会う前に何かこうお会いした方もいらっしゃったんですか？あ、会ったの、会いました、会いました。なんか2ヶ月ぐらいで集中的にいろんな人に会いました。あ、その中で、その彼がいいなって思ったきっかけっていうか。で、自分もそうだったんですけど、やっぱり同世代で、私も独身でしたから、一人でブラブラしてる人っていうのは、やっぱりなんか変わった人が多くて、そう、なんかやっぱりね、なんかやたらと、そうそう、変わった人が多いんだな、それはなんかどこの国も男も女も関係なくて、やっぱりそれはそういうもので何か理由があるから一人でブラブラしてるんだなっていうのを自分のことも踏まえて思ったんですけど、うん、でもうこの人に会ったらやめよう、もう満足したから大体分かったしいいやと思って、うん、やめようと思ってた時に最後に会ったのが今の夫になりましたね。その会った時に、あ、素敵な方っていう、こうなんか第一印象ですごく良かったみたいな感じでした？なんか最初に連れてってくれたのがラーメン屋だったんですよね。もう初めましてで会う時がラーメン屋さんだったんですね。そうそうそう、ラーメン屋さんユニークだなと思って、ラーメンも美味しかったし、じゃあまた遊びましょうかみたいな、ね、感じになりました。でもラーメン屋さんってそんな長居しないですよね。まあでもちょっと会って最初、別によく知らない人だからそんなに家長居しなくてもいいですよね、最初はね。ああ、そっか。あ、でも日本のラーメン屋ほど回転率回転率じゃないんで、まあ、そこそこなんていうか、日本のラーメン屋さんは割と寝頃でバーッと食べてさっと出ていくような感じですけど、うん、カナダのラーメン屋さんはね、まあ早くは出てくけど、割とゆっくり座ってラーメン食べてみたいな感じなの。みんな猫舌なんで、日本人より。ああ、なるほど。ゆっくりラーメンも食べるんですね。そうそう。でもまあ確かに、マーコさんはカナダ人なんですもんね。で、カナダ人だけど、はい、ラーメン屋さんで会うんだって言ったら、ちょっとまあ面白いですよね。変なのって思って。でもまあ彼はラーメンが好きなんですもんね。そうなんですよ。何ラーメンが好きなんですか？味噌ラーメンが好き。味噌、辛味噌系が好きですね。お、辛いの好きなんですね。はい。で初めて会った時も辛味噌食べて、味噌ばっかり食べてますから味噌だったんじゃないでしょうか、覚えてないです。それでじゃあ初めてこうラーメン屋さんはおかしな人だなと思って、まあ1回目はさらっと終わって、でそのじゃあ次も会いましょうと、もうその時になった感じでした。だからラーメン屋さんでお昼を食べたんですけど、この後何するんだって言ったら、この後友達ん家に行って中華料理を作るんだって言うんですよ。でも今ラーメン食べたじゃんって思いますよね。うん、思いますね。けどこれから中華料理を作りに友達ん家に行くから、これから買い物に行った後にその友達ん家行くんだけど、一緒に来るかって言うから、いいよって言ってその友達ん家に行って、初めましての日に、そうです、で作った中華料理をなんかその友達の人たちと一緒に食べて、はい、あなたは何なのって言うから、いや今日会ったんですみたいな、あそうみたいな感じでしたよね。あ、でもお友達たちもまあ普通に一緒に時間を過ごしてくださったってことですね。カナダ人は結構そういうなんかね、人を連れてきたり、なんか初めて会った人でもなんて言うんですか、その辺は割とカジュアルっていうんですか、そう、細かいこと気にしないから、あそうなんだって感じで見てたんじゃないですかね。でもまあ言ったら日本人のさとこさんはみたいな感じではあったわけですよね。そうですよね。そうですよね。でまたラーメンも食べたのに、うん、ラーメン食べたのに、ラーメンも食べたのに中華料理も食べて、すっかり腹いっぱいみたいな感じの日でしたね。で、あお腹いっぱい、美味しかった、さようならみたいな感じ。また何かあったら遊ぼうね、じゃあねみたいな感じで。でその後も連絡が来て。そうですね。彼がやっぱりこうプシュプシュだったんですね。どうなんでしょうね。そうなのかもしれないけど、なんかペースが良かったんですよね。連絡来るペースとかね、なんか返事が来るペースとかが良かったから、それぞれなんか良かったんじゃないですかね。なるほど。まあ確かにこうしつこいよって思ったら気持ちもちょっと冷めてしまうし、一緒にいて過ごしやすい方だったってことなんですね。そうですね。
ウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一本混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在、広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。